こちらは緑の人と呼ばれ、人々に親しまれ、とても愛されるようになった人。みんなの人気者になった人なんだ。崇め祀られるようになった。その人は日々のお供え物を食べるのを楽しみにしていたんだ。そしていつの日からか緑の神様って呼ばれるようになってきたんだよ。ところでチャンネル登録よろしくね。鳥居の向こうには春泉が見える。はんぺんは蓬莱山と呼ぶ水晶の山なんだけど、その山の頂に時々現れるんだ。